群馬県のニュースをお伝えします。水害への対応を強化するため、伊勢崎市は来年度の組織改正で建設部に治水課を新設します。道路の冠水や浸水被害の迅速な解消につなげるほか、複数の部署に関わる水路の計画と整備状況を把握し、適切な施設の整備と効率的な維持管理を目指します。11月30日に開会した市議会定例会に関連条例改正案を提出しました。このほか、脱炭素社会の実現に向けた GX グリーントランスフォーメーションに取り組む GX 推進課を環境部に新設します。伊勢崎市政全般で環境に配慮した施策を展開できるように、伊勢崎 GX 推進係を設け、総合調整や推進に取り組んでいきます。群馬県は11月30日、次世代移動サービスぐんまーすのシステムを使い、手軽に子どもの習い事や塾などの送迎をタクシーに依頼できるサービスを始めると明らかにしました。複数家庭の乗り合い制にして一人当たりの運賃を抑え、保護者の負担軽減も目指します。ぐんまーすの利便性向上に加え、部活動の地域移動に伴い遠方の練習場に移動する子どもが増えることなどを想定しました。来年2月下旬にもまず渋川市内を対象に始め、全県への拡大を目指します。群馬など4県にまたがる尾瀬国立公園の2023年5月から10月の入山者数は、前の年の同じ期に比べて1万256人増の17万3479人だったことが、11月30日環境省のまとめで分かりました。3年連続で増加したものの、コロナ禍前の2019年24万7700人の水準までは回復していない状況です。11月29日午後9時50分ごろ、板倉町板倉の塗装業、蓮見照夫さん71歳方から黒煙と炎が見えると親族から119番通報がありました。木造2階建ての住宅およそ112平方メートルを全焼し、1階の台所付近で性別不明の2人の遺体が見つかりました。蓮見さんと蓮見さんの母親と連絡が取れておらず、館林署が遺体の身元確認を進めています。自宅を出たまま行方不明になった80歳代の男性を保護したとして、伊勢崎署は11月30日伊勢崎市の看護助手飯島典子さんに感謝状を送りました。飯島さんは10月中旬の午後、外出先から車で帰宅する途中、道路脇に座り込んでいた男性を発見。群馬県警の上州くん安全安心メールで配信された行方不明者の特徴と似ていたこともあって声をかけ、110番通報しました。飯島さんは怪我もなく、おじいさんが無事に帰ることができてよかったと振り返りました。コンビニエンスストアで商品を盗んだとして安中市は11月30日上下水道部の29歳の女性主事を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。安中市職員課によりますと、職員は9月6日午後6時ごろ、安中市内のコンビニで400円相当の総菜を盗んだということです。翌日、家族から安中市に連絡がありました。安中市職員課の聞き取りに対し、衝動的にやってしまったなどと話し、不起訴処分となりました。安中市職員課は、このような不祥事を二度と起こさないよう、より一層職員の工期の保持、服務規律の確保を徹底するとコメントしました。以上、群馬県のニュースをお伝えしました。